コマは名前募集中が世界一大好きチャンネルですはい今日はですねあのちょっとね今行方不明になってたあのまあ、ちょっと某有名ユーチューバーの名前募集中さんって方がいるんですけどその方がねあの今日ね今日っていうか昨日か昨日ねあの無事その発見されたってことで、はい、話題になってるんですけど、まあ、これについて思ったのは。 いや良かったなと,思い,ます、ねはい、というのも、まあ、名前募集中さんって YouTuber であり TikToker さんでもあるんですけどちょっとねあの突然そのネットニュースで見てなんかその誘拐されたとかそ,のそれで失踪してるとかでなんか行方不明になってるとかっていうことで、まあ、ちょっとねネットで話題になってたんでちょっと見てみたんですけど。 なんか昨日ねそのちょっと YouTube とかそのネットの記事とか、まあ、SNS 見てたらなんか無事発見されたってみたいで、うん、でなんか保護されたってことでいや本当にあれだな,なんか無事でよかったなって自分は思いましたね、はい、なんか最初はあの俺もねこのなんか名前募集中さんの,この失踪事件についてはなんか正直そのネタなのかなとかやらせなのかなとかって思ってたんですけど なんか実際なんだろう、まあ、ちょっと本当らしくて、まあ、それでねなんかあの驚いたっていうことなんですけど、うん、いややっぱりあれですよね、まあ、自分も YouTuber やってるんでやっぱりこういうその誘拐事件とか、まあ、失踪事件とかもそうなんですけどやっぱあのちょっと怖いなと思いましたねはい、まあ、ていかね今その日本ってあの治安がねなんか昔と比べると なんか明らかに悪くなってるからやっぱりあれですねあのまあ他人事ではないないいと思まましたね、はいうんまあそのそれでねまあ、発見されてそのまあなんか別のそのユーチューバーの方がその警察に通報してそれがきっかけでなんか発見されたってことらしいんですけどいや本当にあの見つかってよかったなってあの自分は思いましたねはい。 まあ本当になんだろう、あのーまあ、こういう誘拐事件とかってね本当にあの最近多いし、まあ、名前募集中さんの場合はもう成人してるらしいんですけど、まあ、特にね、もっと怖いのがその未成年とか、まあ、10代の,、ね、あの子供の子が、ね、誘拐されるって事件が多いんで。 まあこんな感じでまあ名前募集中さんもそうなんですけど、まあ、こうやって成人の方もあの誘拐されたりさらわれたりまあ拉致されたりする世の中なんでいやーもう本当世知辛いというか、まあ本当にあの危険な世の中になったなと自分は思いましたねはい、まあ、だからまあ YouTuber とか TikToker の方に言いたいんですけど、まあ、変な大人に誘われそうになったら絶対に断らないといけないよと思いましたねはい。 いや本当、まあ、今回の事件はちょっと怖かったです。はい